はい、というわけで、NGT48 のラジオ、ポートで NGT が終了という発表がありました。まあ、冠番組がね、すべて休止、あとは終了、4月のね、前半スケジュールも出ましたけども、劇場公演もない状態、次回の公演からね、お見送り再開します、なんていうのもありましたけど、それもいつ始まるのか全然わからないっていう状態ですよね。もちろん、こう、シングルなんていうのも、夢のまた夢に、遠のいてしまってね、今はもう握手だけ、完全に開店休業状態という感じですけどね。もうファンとしては正直お手上げですよね。こう、結局運営が動いてくれないことには何もできないんで、本当に苦しいなっていうふうに思いますけども。記者会見でね、持ち帰って検討しますみたいなのも話ありましたけど、そういうのもその場しのぎで全然動きが見えないっていうのもありますし、表立って動きがあるのはスポンサーがどん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 離れていくっていうニュースばかりですし、こう支配人のね、LINE ブログっていうのもありましたけど、あれも初めの投稿以降全く更新がない音沙汰なしの状態、完全にこう動きがわからないんですよね。本当に NGT48 に対してこうしっかり動いているのかっていうところが全然見えないので、こう正直運営は NGT48 を見限ったのかっていうふうにしか思えないというかね、解散させようとしているかと思うようなことばかりでね。もちろんね、こう私たちファンも戸惑いもありますけど、メンバーが本当に不憫ですよね。こうドラさんだったり2期生なんていうのは劇場公演っていうのもやらせられるだけやらせてね、いたわけですけど、今度は完全に放置同然の状態ですし、本当に今後どうしていくんだろうっていうところですよね。まあ、ただこうね、しっかり事態が収まるようであればね、またスポンサーもそうですし、テレビ、ラジオ、NGT と仕事したいって思っていると思うんですよ。こう結成当初からね、 NGT48 ができたっていう喜びっていうのは新潟県全体でこうすごい盛り上がってたことですし、新潟県人の一人としてね、それをずっと見ているんで、本当に NGT48 の愛情はすごいあると思うんですよね。なのでこう、なんだろうな、元気を分けてくれるのが NGT48 だと思ってるのでね、今はもうそれが復活するのを願うしかないという状態なんですけどね。まあ何かできればいいんでしょうけど、なかなかそれも難しいっていう状態ですけどね。はい。まあそんな感じで、NGT48 のラジオポートで NGT が終了という動画でございました。ぜひね、皆さんコメントいただければというふうに思います。というわけで今回この辺で終わりにしたいと思います。どうも、まちでした。